ました。トロンボンパートの渡辺空です。同じく副部長になりましたクラリネットパートの松井彩音です。この動画では私たちの魅力をたくさん紹介しています。それではどうぞ。副部の皆さんありがとうございました。僕らは部員のみんなでお伝えしていきます。まずは個性あふれるパートを簡単に紹介します。部下の音色でバンドをリードするトランペット、柔らかくて温かい音色が魅力的クラリネット、マンチスイブのキラキラ担当フルート多数覚えでオフレ、ダイヤがビヨンビヨン、ハットホームラン、ドラゴン、クラシックでもポップスでも見せ場がたくさん。マスコックス、マンチスイブのランニングバスのマスパート、演奏にアクセントを加える打楽器パート、それではコメント甘いてスイブの良さの一つが理想とマーチングを両方経験できることです。マーチングではブラシだけでなくエクエアバッテリー、カラーガードも加わりショーを華やかに彩ってくれます。昨年度はノートルダムの鐘をテーマとし、甘いちらしいサウンドで演奏することができました。見てよし聞いてよしのマーチングはとってもかっこよくて達成感も大きいです。昨年度私たちは千葉県で行われた日本管楽合奏コンテストにて最優秀賞を受賞し、さらに横浜で行われた全日本吹奏楽大会 in 横浜にて連盟理事長賞を受賞、シード権を獲得しました。今年度も無事2大会連続となる全日本吹奏楽大会 in 横浜に出場させていただくこととなりました。昨年度の大会後は横浜中華街を観光し満喫しました。とてもいい思い出です。大会以外にも地域の方々の前で演奏する機会もありました。例えば高塚熊野神社での一日の森コンサートやどうする家康大河ドラマ館のオープニングセレモニーなどに参加しました。このように浜市水部には多くの本番がありたくさんの経験をすることができます。でも吹奏楽とかやったことないし難しそうと思ったそこのあなた、そのような先輩方も大大大活躍しています。吹奏楽や音楽をやったことがない人でも大歓迎です。私たちと一緒に浜市水部で演奏しましょう。